メイコです。フィアナだぞ。はい、今日は私の嘆きと軽い情報を聞いてほしい。何の話だ？こちらです。謎の時間伝説、買えなかった。こちらを話していきたいと思います。これ前に動画で言ってたな。そうなのよ。詳しくは動画見てほしいけど、ざっと簡単に説明いたしますと、謎のジパング伝説という昔、長崎屋が出していた、おまけシール商品があったわけよ。要はビックリマンのフォロワーだな。そうね。デザインもグリーンハウスらしいんだけど。そうなのか。それはともかく、これ過去に何度か復刻して販売していて、今回謎の店8周年記念ということで、このシールが復活して売られることになったのよ。なぜだ？それは全くわからない。なんでこのシールをチョイスしたのかは、関係者のみが知ることでしょうね。なるほど。で、先日通販で販売するということで、私も参戦したのよ。そうなのか。販売前の予想としては、ゆったり買えるんじゃないかなと予想してたのよ。事前に店頭販売した分があったんだけど、別にそこまで瞬殺ではなかったみたいなのね。周りもそこまで熱くなってる様子はなかったし、言っても謎のジパング伝説は、そんなに有名なものでもないし、店頭販売分が88個かな。そのぐらいでもゆったり買えたのであれば、通販は500個用意されてたから、瞬殺はなく普通に買えるのではと思っていたわけよ。そうなのか。そして、戦いの時がやってきたわけだけど、どうなったのだ。順調にカートに入れてレジまで進んで、あとは注文確定というところでボタンを押したら、売り切れですと。マジか。その間わずか2分。2分で売り切れたのか。2分で瞬殺です。完全敗北。いやあ、甘く見てた。残念だったな。でも、まだ希望は残ってる。どういうことだ？こちらをご覧ください。実はですね、通販もう一回あるのよ。そうなのか。それで、今回買えなかった人のための措置として、このツイッターアカウントをフォローしてくれた人に対して、優先的に販売するということらしいのよね。それはありがたいな。なので、今回買えなくて次回絶対に買いたい人は、とりあえずフォローしておくことをおすすめします。でも、フォローするのはいいが、それで、本当に優先的に買えるのか。さあ、わからない。やり方の想像がつかないんだけどね。まあ、別につくことはつくんだけど、ただ私の想像通りだと、いろいろと抜け道がある。どんな考えだ？これ鍵アカのアカウントだから、フォローした人にだけ、いつどこで販売するのかという情報を出して、買ってもらうということでないの。そうなのか。わからないけど、それが一番考えられるかなと思うんだけどね。でも、それだとフォロワーに転売ヤーと書いたら、情報漏れて、結局優先的に買えるはずなのに、買えない人が出るのではと思うんだけどね。だとすると、意味ないではないか。あくまで、私の予想した通りの方法ならよ。何か向こうはやり方を考えているのかもしれないし、とにかく期待しましょう。普通に売れるのなら、どんどん作ればいいのではないか。残念ながら、それは無理なのよ。どうしてだ？以前話したけど、限定何個と歌って売ったのに、それ以上の個数を作って売ったら、景品表示法違反になるので、無理なのよね。そうなのか。我々としては別にいいんだけどね。ただ、転売ヤーとかが文句を言う可能性はあるよね。どんどん追加で生産されたら、売り物が売れなくなるからね。なるほど。とにかく、次は買えるように皆さん頑張りましょう。次こそは手に入れるぞ。頑張れ。と思っていた矢先、残念なお知らせが来ました。こちら。ということで、
もう一度優先販売の方法を考え直すそうです。続報を待ちましょう。